ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。どうですフルミンです。ジョルノです。はい、というわけで今回はマジッククラブ4人集まってもらったわけなんですけども、はい、今回はね、まあ、海外で大人気オースブレイカーやっていきたいと思います。こんな感じかちょっとルール説明していくんですけども、まずプレインゾーカーをトーストッションに選んで、でさらにその色に合った兄さんとかソーサリをシグネーチャーステルにして、統率領域に置くと、はい、でプレインゾーカーもシグネーチャーステルも、まあ、1回つなげるごとにプラス2マナかかっていく、まあ、だから3マナのプレインゾーカーだったら2回目取られるときは、5マナになる、はい、で7マナ9マナと、まあシグネーチャーステルの方も、まあ、2マナだったら4マナ6マナと増えていくとなっていきまして、シグネーチャーステルはプレインゾーカー、さっき統率者に指定したプレインゾーカーが場にいないと唱えられないです。まだちょっとね、何もいないのにそのシグネーチャースペルだけ使うってことはできない。はいはいはい、はい、ます。で、デッキはプレインゾーカーとそのシグネーチャースペル合わせて60枚、まあ、普段の統率者は100枚なんですけど、まあ、60枚はい、ライフはライフは20、ライフは20、20というわけで少なく感じます。すぐ人死ぬかもしれん、かもしれんないや、実は俺ね、統率者めちゃくちゃやったことあるんだけど、うん、オースブレイカーまだやったことないんだよ。初めてだから今回初めてだから、どんな感じかね、ちょっとね楽しみだな。そうだ、まあ、みんな初めてだからみんなまあそんな感じで、まあ、早速ねやっていきたいと思います。やっていきましょう。ではね、じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、ワリガンチェックはね、今回1回フリーバリガン、1回フリーバリガン、はい、はい、だから1回バリガンしたらまあ7枚だで、先手のドローもある、ね、先手のドローもある。はい、チェックしておきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。では最初のドローいただきます。ワンコーシーティシルです。じゃあドロー入ります。そのドロンとスペッチ置いてこれでスキップ置きます。おー、ありがとうございます。おしゃれいったんなのね、これ山なんですよね。はい、もらいます。勇気のバリガン、ロー挨拶代わりに歌詞の位置を。おー、まあ、ターゲットプレイヤー大丈夫そのカードどこにしようかな。ケイヤの並木屋。そうそう、ケイヤの並木屋でタオさんお願いします。何枚？10枚です。10枚。あー、結構いかれたね。良さげです。はい、もういいですね。ありです。状況系結構いかれた、ね、俺のテラストドン。え、ドローめちゃくちゃいいんやな。セルバラン。おー、強い強い。え、早いな。おしまい。ちょ、タオくんもできた。なんでこれまだちょっと稲妻のスケーって出すんだろう。おしまい。もらいます。トップトップ。いまだに何もしないけど、ここでキオラキャスします。はい。そのまま終了です。はい。タップ。頑張ります。いただきます。はい。除去したいです。終了です。じゃあ、オムラス。お、強い。強い。ダメだ。強いぞ。アタックするより1マナ出したいね、おしまい。溜めといた方がいい。俺も、じゃあここで2マナで、熱狂的かも。まあ、ちょっとキオラ。キオラ、はい。いただきます。入ってない。バリエを置いて4マナからキオーラでアンタップします。で5マナ、みんな大好きフルフィックスのシャワーをプラスさせていただきます。統率者さ、禁止じゃないさ、オースペディから禁止じゃないんだよね、このカード出た。このままエンドです。はい、入ります。じゃあアンタップ一緒に。禁止カード強すぎだろっつって。いや、除去はここじゃなかった、あっちだもんね。忘れましたね。どうします。さあ、しまセットして終了です。1マナ出します。ミドマナ浮いてるんで今22になりました。はい、どうします。6マナある、5マナ、はい、キャスト、はい、プラスします。アンタップします。クアタック、キオーラ、キオーラ、痛い、三三両方購入いたします。はい、じゃあおしまいです。今2マナ浮いてます。ミド2マナ、強いな、ミドタイム強いわ。フルミアタックして、サルカン指定します。お願いします。はい、見て、サルカン、はい、次のターンにはいなくなってもしかない。やっぱ、ブレインゾーカー殺すの重要だね。スペルがあるから。そうそうそう、このセボネ捨てて、こっちがない。今までニューヨーの召使い、これドラゴンが一番軽くなる。はい、はい、おしまい。はい、もらいます。アッパーキオラキャストしてきます。はい、もう一回再めて、キオラ、じゃあマイナスなしでそのまま終了です。はい、はい、自分が有利だと思ってるで、アンタップします。はい、あれ、あかんって。いや、こっちのもね。終了です。おお、じゃあ、クルミン、マグロ4マナ出しました。マグロだ。4マナいきます。やばい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 。7マナ、はい、
全理科の復興者。おお、さらに倍マナめっちゃ出る。でプラスしてセカンス。じゃあこっちキオーラでこっちサルカンアタック。なるほどなるほど。でもフローラーブロックヘイズに、はい、共同キャストさせていただきます。コピー、コピー預言者コピー、はい、意味あんま意味ないな。はチャンプでチャンプ、まあ、チャンプしたまあ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 出しました。まあ、12万出しました。まあ、とりあえず行って、okay、こっちブロックするから、はい、まあ、サルカーの頃。はい、じゃあ13、13は、でけー、はい、死んだと。で、第2メインで、まず、7マナ5武器です。で、クリーチャーを捉えたんで、ドローします。はい、はい、もう気持ちよくなった。じゃあ、トークン出ました。はい、4体。はい、で、まだ5マナあるんで、ちょっとしよう。ちょっと はい、じゃあおしまいです。じゃあ終了時、はい、エターナルウィットネス。共存共存無限無限すごい。ウィットネスで死んだらまた共存コピーできる。なるすごい。ではまたね、はい、はい、いやまあ耐えの時間かな。じゃあルミアタクシーウトバラのヘルカリと、はい、で7の8ナーマナで1万経験されていて、はい、出します。はい、次がった。次がいします。はい、もらいます。こいつ、ドラゴン攻撃するたびに66のドラゴントークン出る。強っ。めちゃくちゃじゃない。めちゃくちゃだね。マナを置いて、申し訳ないですけど、ゆめさんに2体で攻撃します。3、4、4点、11です。大丈夫、何もしてんけ完全なマグロですよ、もうからの4マナ、はい、圧倒的な波、キャストさせていただきます。じゃあ、一気にの戻る。みんな戻ります。そう、クラーク県リバヤさん、タコ、ウミヘビ以外。何が誰やねん。結構綺麗だったね。いや、ダメでしょこれ。お掃除完了。綺麗綺麗。で、キオラの能力で、はい、テンプルアンタップして、これで5マナ、これで予言者出して、はい、終了です。はい、で、あ、じゃあレッドに、おっとここに打ちたい。はい、お、急速構成カエルカエルになってカエルあら、はい、じゃあ、もらいます。やべ、全裸になっちゃったよ。俺の話だよ、こっち2枚しかないよ。ヤシンの全裸、これですね。どうしますか。おお、動き出した。ついにマグロのフーミンと呼ばれた男。マグロではないですよ。マグロさんもいいのかな。マグロさんも聞いてます。はい、血の用語だよね。いやいや、そんなことないよ。あそこだってミッドルサルカー聞こえした方がいい。絶対遊び。そうですね。普通にガバガバでした。お願いします。政治始まった。確かランカ携帯や。よしよしよし。ロートスまで。最強のタコ。最強のタコ。マジック界最強のタコ。で、チルで。お、はい、やばい。ヘガに戻ってきた。どうします。バレた。こっちで。3マナで、オムラス。おい。はい。で、ドロー。プラスマナ。はい。わー。サンサン。はい。一撃です。はい。装備します。はい。はい、お、精霊信者の剣。はい。で、4-4でまずあそこに攻撃したいです。はい、で、威圧。はい、はい、どっち寄せ。タップ状態。あ、探せない。あー、やっちー、やっちー、やっちー。あ、探せない。ミスター。じゃあ、まあ、とりあえず4-4で。ダメ。おい、そんな効果あるんかいな。ダメージ取ったらやったらよかったな。まあ、ちょっとマジ出しましょうか。いよいよ。で、おしまいです。はい、ここはウルザの切り出します。はい、はい、ドロゴン、ドロゴンが2万アカルトになります。ずるいよ。ほうで、熱狂的にはタイムコイルで、取ってます。で、フルミアタイム。で、嵐息吹のドラゴン。マグロすぎる。1、2で、嵐息吹のドラゴンを指定してプラスして2万ので、計3万アカルトになってるから2万で、まあ、速攻持ってるんだけど。しまいない。はい、もらいます。殴っときますか。死ぬかもしれない。いや、そう、さすがに死ぬんだよ。死ぬっかな。1、私もタオカイします。いいんですか。いいんですか。どうします。最大値、最大値いっちゃうよ。じゃあ、おっ、死ぬのが出るかで、これで10万が出ました。3番にします。え。8になって、で、はい、9マナ出ました。はい、17になりました。ダイス足りない。
23マナ。23マナ。23マナ。ヒエの波。X20!X20!X20! OK? OK! OK! さすがに。でも、古井さんのデッキがライブラリアウトだから、首を絞めてる。いや、このターン、まあ、帰ってくる。帰ってくる。もう12枚しかない。ショコアナ、ショコアナ、ショコアナ。じゃあ。今17マナあります、うん、17マナで、ウラモグはい、あらら、残り6マナです、はい、どこキャストして、何枚通せるのか、2枚、1枚、1枚はじゃあ、ブリンゾーカー通しとくか、バーンされちゃうからはい、スタックで、はい、新宿の古き物をキャストしますはい誘発でワンドローしますそれ、瞬速の瞬速はい、出ましたまあ、出ましたで、死にました、はい、コンバットはい戦闘開始時戦闘開始時、はいこちらをサイクロンギフト持っとるね、君ねノンランドパーマネント全部ノンランドパーマネント手札に戻していただいて今いっぱい出したんだけど、全部戻す全部お片付けですはぁお片付けの時間ですね関係ないっすあと6マナある一応、はい、12マナある12マナもうこれないもうないよもうなすねあ、コンバットに入りたいだからじゃあコンバットね、はいコンバットあ、コンバット入りコンバット入りたいはメインではっつってこれ手で戻す手だからコンバットいけんのこれ統率者から選べる手だです、はい、じゃあこれ出しますはいで、アンタップします4マナ君のターン長いな4マナ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 何がある超次元レンズラドワールドで出しますはいで、ターン終了ですやっとですディスカードはい長いですね墓地行って裏もぐ誘発しますはいはライブラリアウトしなくてよかったおしまいです大丈夫このゲームセラミのメダルそしてはい。して、熱狂的に、はい、ここまでテンプレ。はい、これ、スイープラスして、ディスカードなしでおしまい。はい。アンタックします。はい。いや、どうにかしてくれ、あれを。いやー、託すしかないかもしれない。託されても。託されてもな。身が重すぎる。6にします、18。ミスさんの順でいいかな。はい。はい。はい、まだ年伸ばす。そんなことしてる場合ちゃうぜ。めずっと。すべて隠してる。そんなね爆発的食性ちゃう。まあランパーしか入ってねえじゃねえか。地主。終了です。大丈夫？このゲーム、このゲーム大丈夫？ダメだ。タオ君がまだ気持ちいいだけのゲームなんだけど。うーん。ライフもないよ大丈夫？ちょっとお二から託託されてる。水面。じゃあ鉄をちょっとそのお片付けしておきたい。全滅やったら2つしひとまつなんかまあでもまだあるんだよなそして自分は終了ですお、帰ってきたただねーどうしますとりあえずセットランド3、6、9、10、15、18 20マナを、3個使って17にして倍にします、はい、34マナ出させていただきます5、20、X29 スタッフですおお打ち消したいですお持ってるな古見持ってる対抗させていただかないと打ち消されましたおやったでは、3枚ライブラリ3枚ライブラリ3枚ああ持ってる金持ってる何もできにおしまい素晴らしいいや託したかやね託したかやったねまたお願いしますプラスで、まあ液状モンスターやってで今これ今プラスしたから2マナ浮いてて6マナで7マナ最後のまあさすがにでもミスターアタックか、はい、ミスターアタックで6チャンまあこれプレイヤーに取んないとダメティーチャーには入んないうわ生きた3マナが戻ったあとよろしくあとよろしくいや託されましたお願いしますもう完全にタオ君ボスレイドボス土地セットして終了あいつは何なんだ終了
タッタッタッキープで早々に預言者が行かれたのがでかい。それは全然多い。1、2、3、歓迎アタックス込みでアショックをキャストします。はい、はい、まあ、もちろんマイナスは倒さない。もちろんの意味4枚削って、あー結構いいのが、クラムが消えないぞな。クラムを消さないと。じゃあ1点くれます。はい、はい、じゃあ文書管理官出して、はい、終わりです。じゃあちょっと終了時に、お、終了時、はい、自然の回帰これこっちの方がいいんじゃない。さすがに今好き放題やってんだから。それぐらい受けて。じゃあどうします。ほん、なるほど。いや、ただね、期限ないよ、毎日が超大感あるから、今、本当にもう、やばいよね、マジで。いや、みんなが俺のこといじめてくるなぁ。サムラ、はい、はい、セバラ、お、はい、はい、うま、はい、ガク、はい、ゆっくりではない気が強いなぁ、出てくるカード強いんだなぁ、マジで。トゥーターゲットランド、アンタップします。はい、6マナ、はい、ビクさあ、これはドローします。セルマナで、はい、あ、これではどうしようもできない。6マナ出して赤の点滴でプラスして3、はい、で、コンバット1。じゃあ、これ6点。6点。あれ、グミ2つだったら手だ。じゃあ次で、さっきコンバナと合わせて、おいやばいやばい、結局変わんねえな。ミドさん強えわ、めっちゃ。で、これが4つ出て、はい、おしまい。いやすげえいろいろ頑張って、なんか前に戻るという頑張ってるはずなんですけど、みんな共闘しようみたいな。まずはあいつから。誰か出してプラスかな、それにプラスしてディスカード、とりあえずホイキック出して、はい、まあドラゴンこちらで、おしまい。じゃあ終了時に、はい、再び、はい、行こう。やるっけないかなぁ。あ、新宿出たらどうできる。7マナでキオーラをキャストします。圧倒的なみたいで、キオーラの能力マイナスを使ってテンプルワンタップします。はい、6マナ、はい、あ、あれそいつ戻んない、これリバイアス、え、強っ。どっちか死ぬじゃん。まあ、まずはニッサから。マジケガソン、そっちも戻ってるよ。またつら、ニッサちょっと相性が本当に嘘つくない。じゃあ、託しました。終了です。託されました。毎ターン圧倒的なみたいが始まる可能性あるからね。ちょっと目立って落ちるとさすがに ED 値では。ほうほう、3マナ、まずはプロパガンダを出す。おー、はいはいはい。じゃあ、攻撃してきたら2マナ用、2マナ用です。4マナ、はい、キノ君に神業、はい、はい、何度ます。おー、おやばい、みんな飲まない。じゃあ5、まあ、やっぱり倒さない。じゃあ、いいぞいいぞ。じゃあ、もぐ、うるさない、じゃあ、もうワンチャンス。うらもぐ、うらもぐ、あ、こっち、まあまあまあ、当たり当たり。あと、うらもぐ少しです。おかしい、おかしいぞ。まだね、11万出る。11万出るし、15万出る。こんだけやってもまだ。はい、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 もう一回止まってプラスします。はい、で、プラスします。まだ出る。クリーチャーバンスターちゃうんだよ。はい、2マナ浮いてて、4マナで、お、これでおしまい。中心部の防衛、対戦相手1人が3体以上のクリーチャーコントロールしていれば、ライバリか直線2体クリーチャー出します。出せない、へぇ、ありがとう、ありがとう。どっちかやってくれれば、どっちかやっときますよ。二人が盤面で自分がライブラリーと。おかしいよ。行け太陽町の人。5マナでしょ。でプラスしてサイカのドロゴン。じゃあ7マナで7枚送ります。おー、気持ちいい。あいつもやばい、あいつやばい。そうそうそう、マルクスの技が出たので、まずドラゴン分だけダメージ加速1個殺して、で最高のドロゴンが出る。出たんで、じゃあドラゴンが今2体いるから、また2点でアショック。そう、それでアショック。アショック2点。2点。じゃあここは、まあ、じゃあミスター。無理でしょ。そうだね、ミスターだっけ。ちょ、プロパガンダ俺には聞かないで。違う。あぁ、なんやねん。アタックして、付け替えとしまい。はい、もらいます。
ようやくなんか、ドロップもそろそろもうまずは4マナで、はい、深海の王キオーラを、おキャスト、そんなキオーラじゃない、キオーラめっちゃ強い、果敢誘発します、はい、そうですね、まあさすがにガラクさすがなで、メイン2深海の王主のキオーラ能力起動します、はい、クリーチャーと土地をアンタップします、はい、お警戒お地味警戒地味警戒本当に控えめだから控えめ3マナで共造新宿6なら強い控えめじゃなかったで、キオーラの能力ワンドローいただきます、はい、お4マナで殺しずねおおワンドローワンドローで、さらに軽くなる大丈夫これ圧倒的な波で戻っちゃうかな。いや大丈夫大丈夫中心部のことあるけど大丈夫え探せないから大丈夫いやいや次だったら殺したる殺したるわダルビットですおおあらあらじゃあ残り1マナですねどマジ悪いこれそれあれいや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 これこれこれいいこれどうでもいいよあどうでもいいかまあプロパガンダかなあそれはあるそれはあるその説あるプロパガンダ説もあるいやでも実はいや祈祷説がある祈祷はやばいよそれさすがにやめでしょあれ祈祷説があるあるある全然ある祈祷祈祷あーバーンせっかくもうやばいよマナー青くんは終了ですやりたい放題祈祷は楽しいのになじゃあ洞察の絆を唱えますなんだあ懐かしい懐かしいというか結構前の各対戦プライって各プレイヤーさんはお互い4枚はいどっちにはいでフルミさんあー誘発誘発しまーす古樹え古樹とか反則かこのオースメーカーにおいて古樹は入れていいのかスタントとソーサリーマ最大2枚そうはいとフルミさんだけズルえ古樹やばいでしょはいはいめんどくせえまあじゃあまた一点くらっおっと残り6あーあーはいこっちで1233ああということはバイバーイさて、はい、マイナスはエルトラージ潰しておきましょうもう20枚しかないんだよあやったやったエンドですもう勝てないよこれそっか、もうライブで16枚しかないんだよね勝ち手段が消えてったんですよキャスト何マナだ何マナですあ、ごめん、6ベルか、11マナか重っこれで3マナ、はい、で、重ます、はい、4マナ初心マナどうするしうんそめんどいなターン終了ですあ、ダーフマナ、オムナスがクソデカこれで、レイクスをキッカーか一回出しますすると4-4がもう1体バルカスのレイクスを出して2体3点4体はい死ぬ死ぬもうそうだね、はいえ死ぬよそうだねあ、そうだねプロパガンダ3点4点えぇー不正の召使いうわ何そのテクイそう、テクイテクイで、カルシスマとか殺していいかえ、嘘でしょこいつ6万だから最近のドラゴン殴っては死なないんだよてことで12クリーチャーに全体6点え全体嘘でしょ気持ちいい気持ちいい絶対打ってたら俺のクリーチャー全部死ぬのになあもったいないなこれこれこれはいもらいまーすちょっとチャンネル強いいやいやいや全バウンスあるじゃんまたそうします全マウス重いんすよこっちはニッサラブラだと思ってんねん13マナだぞ次9マナでキオーラ再び何回この動き合うんだよでまあ地味にかかんとはいキオーラの能力でテンプルをアンタップさせますはいそしていや1マナ足りないと全体バウンスはおっはい、はい、残念ながらはいあ、ね、しょうがないんでクラーケンとかちょっと待機させてますそれそれ誰深海のクラーケン来たことない
待機9。はい、待機9。で、こいつはブロックされません。はい、10万が66。で、いずれかの対戦相手が呪文プレイするたびに、カウンター1個ずつ。あ、なるほどね。はいはいはい。そこ、一周するぐらいなんか、ね。結構早く解けそうだね。終了です。オナスの攻撃を受け切れば大丈夫。そうっす。オナス以外で多分まだ大丈夫。とりあえずマイナスを。どうだった？一番薄いのって誰倒すの？薄いのは俺だけど。じゃあまた1点くらいます。では滅びよう。ラストスタイです。おーい、 KTK の神話レアの力、こっち3枚戻します。おーい、まあ、ここは本体だけ、本体オリジナルだけ。本体反応が3枚も増えた。文書管理に出し、はい、して終わりです。取れたからカウンター1回ほんまな、ほんまな、はい、いない、セルバナ、はい、どうなんだ、あ、そうガーツードロー1マナ浮きでガク3マナ浮いてすげえ今で、ツードロー7マナで、はい、マクローマの木、あーあー、マクローマイカレか、これは。ちょっとアクロマはサックで、そう、サック、はい、まさかの廃工事もはぁーすごい、ブラボー、危ない危ない危ねー、危ない早く流れるとこあった。プラス、じゃこれで攻撃して縦アタックで2マナ払いました。もう2 2もう2です。2、はい、で、おしまいです。いやー、何度、何度倒しても何度倒してもやってくる。アクローマの記念碑。どうしないか。はい、次に残り1マナで、どうなるか。マナタ、はい、クロアケン、でで、やっぱしで、キョラ、ユミにドローします。装備、ガラガラックでアタックした時に66ドラゴン、トークでます。はい、いただきます。トロピパンチ、トロピパンチです。いやいや、殴るとこ違うでしょ、2点のやついるんだぞ。でも最後の仕事が、最後の仕事が、最後の仕事が起こして終了です。はい、お願いします。ノク長かった長い、何度倒しても長いと思います。青1マナで、そしてえ、なんか手札を伏せていただいて7枚でーす。4枚でーす。2枚です。やった、俺、このボタン。あぁえ、俺も7枚引かないとダメなの？そうだよ。俺引きたくないんだけど、できないの？メイ、メイ、メイ。メイではない。はい。7枚。お願いします。必ず7枚です。はい、5枚プラス気持ち2枚引きました。じゃあ負けです。ありがとうございます。これさっき新事故で。やったやったー、突然、突然手札7枚増えた。ちょっとラスボス。実質怠慢なんだよな。そうですね。なんでだよー。じゃあ最後に一花を足してきますと、はい、もはやどうでもよい。残念ながら、それでストで、じゃあお二人に1回ずつお願いします。はい、4枚みんな墓地がっぱい、まあ、どうでも大丈夫。新事故死亡です。これは行ったか、さすがに勝ったか。でもクラーケンブロックできないから殺さないと。いや、このターンに死ねばいい、殺せばいいんだろう。おまず3マナ、サルカの VR。あで、グローリーブリンガー。おぉ、なんて、フルビンのライブレアイドは多分もう一旦大丈夫なんだよね。だから、ね、やばいのほんまか、ほんまか、え、手札7枚もあるから。7枚。やって。プレイやって。購入いたします。で、3マナ。で、ルンズメフェカイト出して、すまん、4点。はっはっは。2、3、4。ありがとうございました。え、倒産もしかして。ライフ1も減ってないのに、全部死んだよ。もうこれで、繋ぐって、はい、いきます、ほら全部で、はい、21点です。21点、しかもドラゴン、殴ったので、さらに4体ドラゴンが出る。ブリ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 。じゃあ、ダメージまで大丈夫ですかね。はい、カルシスマウィン。なんでポカ入ってんだよ。おかしくね。やば。ただまあドラゴンが4体出て、はい、よいしょ。もらいます。そんなんあるか。全バウンスが勝手に勝ったと思ったよ。8マナ、はい、ちっとりじゃあ100回も増えます。ドラゴン見て帰ります。さっきまでドラゴンだったくせにいきなりタコに変わったよ。タコに変わったよ。さっきまでドラゴンずらしてたくせに。そこではいないのか。大丈夫、とりあえずまだまあ、ワンパンかけます。8終了です。勝ったくせに
こいよ。どうした、まあ、とりあえずドバル変換とデロクパー6なんでプレイヤー6点プレイ4点ボーンプレイ4点購入いたします。でこれはドラゴンが攻撃するたびに66のクリーチャーとか、まあ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 、で2マナでグローリーブリンガーで4パー4なんで4点飛ぶで勝ち。いやー勝ったね強いね。はい、というわけでオースブレイカーいかがでしたでしょうか。いやめちゃめちゃ楽しかった。いや最後ねクルミン7枚ドローに勝たせてもらった。いやおかしい、荒らすだけ荒らす。ちょっとデッキがなくなっちゃった。いや危険なのに3回やって勝てないやつおるって。ライフ20で死亡1回もライフ削られたのに負けるっていう。いやー結構、まあ、3対1でもやれるブレインゾーカーだったらニッサン強かった、ね、まあね、まあ、いろいろなデッキあると思うんで、ぜひ皆さんも友達と一緒にやってみたらいいかなと思います。まあ、60枚だしね、デッキ。そうそう、詰めやすい、ね。詰めやすい、やりやすいから、ね。というわけで、こんな感じで終わりますか。はい、というわけで、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。